勝ててよかったと思います。まあ個人的にはこの前川崎に負けて、こうなんていうんですかね、川崎はこうその場数を踏んでるというか、離れしてるなって、雰囲気、チームの雰囲気だったり、ピッチに立ってる雰囲気っていうのがなんか慌てないっていうところをすごい感じたんで、今日個人としてはまあこの前 1-0 で勝って、自分たちがちょっと優位に立ってる状況の難しいシチュエーションのスタートだったんですけど、あの雰囲気作りっていうのを大切にしてて、まあ今日試合前奈良ちゃんがいいこと言ってましたけど、まあそれは秘密なんですけど、でもまあ、 あの本当にチームとしてすごい成熟してきてるなと思うし、成長できてるなって思う。今日の戦いはこの前の川崎に負けたのがすごい生きてたなと思う。なんか、まあ、あと一つ国立行って、優勝したいし、まあ負けたら本当意味ないと思ってるんで、あのエンブレムの上に星つけるように頑張ります。国立で山ピースみんなでできたらいいなと思いますし、まあ、まずはチームがあっても個人なんで、あのチームプレーっていうのももちろん求められてることをしっかりやりつつ、勝利にこだわって、その中で山ピースしっかりやっていきたいと思います。頑張ります。